皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。中学2年生の英文法、今回は不定詞の名詞用法、または名詞的用法とも言いますけど、これについて説明します。不定詞 to プラス動詞の原型、この形ですね。これの名詞的働きをする使い方、これを不定詞の名詞用法、または名詞的用法、このように呼びます。その中でも今回は何々したいという意味で使う want to 動詞原形と、何々することが好きという意味で使う like to 動詞原形、これを例にとって説明します。例の1番、ミキは本を読むことが好きです。これを英文にしたいとき、何々することが好きなので、こちらの like to を使って、ミキが主語なので三単元の S がつく形で like は、ミキ likes to、 この後ろに読むという単語 read なして read books、 ミキ likes to read books、 これでミキは本を読むことが好きですという不定詞を使った英文が完成しました。2つ目、私は寿司を食べたい。これを英文にしたいとき、何々したいという意味なので want to を使って I want to、 食べたいなので eat 寿司、 I want to eat 寿司、ね、これで私は寿司を食べたい、ね、食べたいと思っているという意味の英文が完成するわけです。ではこの like to、 want to の不定詞が入った文章、疑問文にする場合どうすればいいでしょう。この like、 want、 一般動詞ですよね。一般動詞の文章、疑問文を作るときには主語の前に do、 does、 did のいずれかを置いて疑問文にしていきました。ですからこの場合も同じです。2番の You want to go to Canada、 ちょっと go のところは下消えちゃってましたけど、ちょっと書き直しますね。 You want to go to Canada、 あなたはカナダに行きたいと思っていますという文章ですね。これを疑問文にしたいときには主語 you の前に do をつけて、 doYou want to go to Canada? Do you want to go to Canada? これであなたはカナダに行きたいと思っていますか？という疑問文が完成するわけです。では次に、どこに行きたいかと聞きたいとき、元の文章でいくと、この、カナダの部分ですね、ここを聞きたいとき、場所を聞くときの疑問詞 where を do の前につけましたね。ですからどこに行きたいかと聞きたいときには where do you want to goWhere do you want to go?、ね、これであなたはどこに行きたいんですか、どこに行きたいと思っていますかという質問の文章が完成しました。次は何をしたいと聞きたいときですね。元の文章ですと Go to Canada の部分を聞く場合ですね。何ですから疑問詞は What を使って、 What がまず文の最初に言います。 What、 その後は Do you want、ね、Do you want to、 でここで終わっちゃいけないですね。あなたは何をしたいと聞きたいので、するという動詞の
do をこの want to の後ろにつけて want to do it。 このようになります。 What do you want to do? What do you want to do? この何をしたいかというのは頭で考えて覚えるよりは何かに言って What do you want to do? 何をしたいですかと相手に聞くというふうにスラッと口から出るように練習する方が早いかもしれないですね。もし彼が何をしたいかって聞きたかったら What does he want to do?、ね、彼らが何をしたいか聞きたかったら What do they want to do?、ね、このようになります。では例の3ではこの否定文を作ります。一般動詞、ね、の文これを否定文にするときには Don't, doesn't, didn't のいずれかを使いました。この場合も同じです。英文は He likes to study math. He likes to study math. 彼は数学の勉強をすることが好きです。これ否定文にするときには主語が He の三人称単数なので、否定文作るとき Doesn't を使いますね。 He doesn't likeTo study math. He doesn't like to study math. He doesn't like to study math. これで彼は数学を勉強することが好きじゃありませんというちょっと悲しい英文が完成しちゃいました。よろしいでしょうか。今回は不定詞の名詞をまたは名詞的をという文。この使い方について説明しました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。皆さんはどうぞこの動画を参考に教科書や問題集の問題に取り組んでみてください。ではまたお会いしましょう。さようなら。